それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。強いね、この子。すみません、神の気持ちも考えず、いきなり話しすぎました。皆さん神を頼みます。そう遠くまでは行っていないはずです。私も後から追いかけますので。了解です。なんか写真飾られとる。もっとアップで見れたらいいのに。これ船じゃない？そのバイキングの海賊船とかかな？え、別にあれか？なんかみんな驚いた反応しとったけど、バイキングに悪いイメージというか、そういうのがあるっていう世界観なんかな。え、まあ、一般的には悪いのか？わからん。仲間の方は大丈夫でしょうか？北西の裏門に向かったようですが、とても辛そうな顔をされていました。ふんふん。北西の裏門？北西って？こっちかな？北西ってこっちかな？おお、なんかいっぱい人おるやん。イエーイ。赤子の時から世話してきたこの動物たちは、私から見れば子供のようなものです。無事に出荷するまで、黄金病なんかにこの子らの命を渡しなるもんですか。でも出荷するんすね、なるほど。赤子のようなものって言っていいのか、それは。ね、すごい、残酷な感じにしか聞こえんけど。黄金病がどうあれ、降り積もる雪は待ってくれないからね。こうして定期的に雪かけをしてるんだよ。そういや、君のお仲間がそこの裏門から辛そうな顔して出て行ったよ。あの先には海を見下ろせる高台くらいしかないんだが、一体どうしちまったのかね。海を見に行ったんじゃないですか？ここってことか？あ、なんか天井あった。え、なに、どこ？のんびり歩くウサギしかおらんけど。え？なに、どこですか？こっち？出る場所あっとんかな？全く、あ、ここか？あ、おったおったおった。全然見えんかった、今。景色に埋もれて。大丈夫か。すみません。急に飛び出してしまって。やっぱり寒そうな格好にしか見えんな。何、思い出した？ん？あ、ん？何？あ、船が来たよ。あれはモンスターか？ぽいね、ぽいね。人間ではなさげやね。うん、骨や。あいつは金色の。まさか。ね、記憶が。戸惑うことしかできてないけど、主人公。先ほどの叫び声といい、ただことではないぞ。あの船を見て悲鳴あげたんかな。神のことは私に任せてください。皆さんは港の方へ。こいつら金やし、なんか関係あるんやないの。こいつらのせいやろ、きっと。黄金病にかかっとんじゃなければ、こいつらが。すべての黄金は、喋った。偉大なる六人王がお一人。喋らんタイプかと思ったよ。なんか雑魚っぽいけん。さあ、野郎ども、仕事の時間だ。宝石だろうが、人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根こそぎ奪い取れ。そんなちゃんと価値はあるんや、人間だった黄金像。純金なんかな。今もしかして街の中にモンスター溢れ返っとる？こっちやったっけ？そいつら戦わんといかん感じですかね。やだな、めんどくせえな。内側から固く閉ざされている。扉の奥からは住民たちの叫び声が聞こえる。どうやら何かから街を守るため、この門の扉を閉ざしたようだ。あ、なるほど、住民が閉ざしたんか。それならしょうがない。敵にかと思った。って
ことは正面から入らんといかんってことかな。まあ、正面を一番閉ざせよって感じやけど。え、もしかして正面もダメとかそんなことはないっすよね。え、どこ？まだやった。え、どこ？ここか？あ、ここや。よしよし、めっちゃ開いとる。あ、もうあれ。え、これおばあちゃんやん。あ、ここまで運んできたってこと？金にされた人増えてると思った。さっきのおばあちゃんよね、あれ。黄金像となった人間を持ち去ろうというのか。まさか、例の黄金病もこいつらが。ん？貴様ら、何のつもりだ。まさか、我らの大頭、敵軍をキラゴルド様に逆らうつもりか。そうです。お頭だか軍王だか知らんが、この町への狼藉、見過ごすわけにはいかん。へん、黄金になっていない人間など、手に入れる価値もないが。キラゴルド様のお宝ゲット、邪魔する者は許さん。野郎ども、締め上げちまえ。え、この大量でやってくる感じ？いや、言って4匹か。普通か。野郎ども、行くぞ。あれ、1匹おらんくなった。元から3匹やった。思っとったより欲しくなかった。ほらよ、いけーい。クソ、やっつけたかと思ったのに一発で。黄金兵たちをやっつけた。よし。あ、持って帰るよりおばあちゃん。え、てかモンスター結構でかいね。おばあちゃんがちっちゃいんか。あれよ。え、カミュちゃん、何、なんか急激に連れて行かれるけど、エシンプ様はどうなったん。わからん。だが今は理由を考えるより奴らを止めなければ。え、てかおばあちゃんの像連れて行くの早すぎん。なんか直前までめちゃくちゃ重そうに運び寄ったはずやのに、なんかワープしたんかぐらい早かったけど。もう、だったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。あのモンスターたちが直接的に人を黄金にすることはできんってことなんかね。黄金じゃない人間なんか価値がないみたいなのによってけど、その場で黄金にしてくるわけでもなかったし。神父様、あっこの岩場におるんかな、まだ。神は自分から言ったんかな。なんか妹のことを知るためとかじゃない。突然黄金の魔物たちが入ってきて襲いかかってきたんだ。君たちのおかげで助かったよ。けどここから海沿いにいた高台の方に逃げ遅れた人がいたみたいなんだ。大丈夫かな、心配だよ。それは神父様のこと。逃げ遅れた人なんて言い方せんか。神のことかな。まあ、連れて行かれたんすけどね、神は。あ、いっぱいおる人。うわ、寒そうな格好してんな。すみません。私が気を抜いていたばかりに隙をつかれ、魔物たちに神をさらわれてしまいました。魔物が攻めてきとるっていうのになぜ、なぜ気を抜いた。知らんかったんかな。何を言ってるんだよ、神父さん。あんなおっかない連中に襲われて命が助かっただけでもめっけもんさ。自分のはって感じやけどね。神の命は助かったかどうかわからんけどね。神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど無事でよかったよ。畜生、黄金病にかかった人間は片っ端からあいつらに連れてかれちまった。まあ、全体見て回っとったわけじゃないけど、最初にね、うろついた時に全くなかったはずの黄金病にかかった人たちの黄金の像たちはやっぱり家の中にあったってことかな。奴ら金目なもんしか気にしてなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで値踏みしてるみたいにな。くそ。しかし神は
高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。多分言いよったキラゴルドとかいうやつが、なのに黄金に変えることができるってことよね。あの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。うん、なんかまあ、元海賊っぽい感じ、元人間なんじゃない、あのモンスターたち。やとしたらね、あの魔物たちの喋り方や仕草、バイキング、まさか出身って言ったし、彼らの正体は、その時の知り合いってことじゃない。実はわしもその考えが頭をよぎった。やはりお前さんもその考えに至ったか。確かに言われてみれば。だけどよ、そんなことあり得るのか。うん、あの黄金を欲する魔物たち、魔物にされたくせに私たちは見覚えがありまして。別に死んだら魔物になるって設定じゃないよね、ドラクエってそういうわけじゃないよね。そんなことがあり得るのかとか言い寄るぐらいやけん。そう、この地に寄港していたバイキングたちにどこか似ているのです。確かに彼らなら神を知っていても、当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。もしやそこに行けば何か。あれかな、カミュと妹もおったあの洞窟のことかな。うん、でもやとしたらあれか、妹の像もあるんやねん。じゃあ船でそこに向かわんといかんことか。わしの知るバイキングどもは喧嘩っ早く荒くれ者ではあったが悪人ではなかった。一体何があったというのか。時が人を変えたんだな。神父さんの予想が正しければ、あの魔物たちが元はバイキング、つまり人間だったってことだよね。もし本当にそうだとしたら、人間を黄金の魔物に変えてしまうなんて、体が黄金になる以上に恐ろしいことだよ。魔物にされたことによって、性格が変わったんかな。この町に寄港していたバイキングたちなら、俺もミラトレ仕事をしていた時に何度も会ったことがあるぜ。あいつらがさっきの黄金の魔物だなんて、そんなことがあり得るのか。だがそれなら魔物どもが船に乗って航海に長けていたらも名付けるか。くそ、頭が混乱してきたぜ。ってことで私たちは今からその洞窟に向かうことになるわけか。ってことはそろそろ神の記憶が元に戻るかな。あれ、神自分から行ったんかなと思ったんやけど、どうなんやろ。連れてかれたんかな。まあ、なんか後ろ手に縛られとったような気はするけど。でも、まあ、そっか。知っとる顔やとしたら興味は示すか。価値がどうたらこうたら言ったけど。ん？おう、夜。いや、気にせず突き進んでいくぜ。夜に後悔とかもうめちゃくちゃ、危険な気しかせんけど。船に乗って出発するでかすか？はい。で、すぐ近くって。あ、これが言いよったやつやね。突然、現れた。病気と共に現れた、黄金の、山。ここか？バイキングのアジトにおりますか？はい。こんな近くにアジトあったんやね。めっちゃ近いやん。まあ、でも、悪さをするようなやつではなかったって言ったけん、近くにアジトがあってもそんな気にならんかったんかな。お、いる。いるんじゃないか？ほらほら。あ、おる。野郎ども、ラム酒の用意だ。思わぬお宝が手に入ったからな。え、もしかしてキラゴルド様もお喜びになるだろう。え、ボスのキラゴルドっていうのも、もともとバイキングのトップってこと？そういうこと？思わぬお宝って多分神のことやろ。ってことはボスも知ってるってことやもんね、神のこと。それにしてもキラゴルド様ご指定の物がこんなあっさり手に入るとは、運がいいぜ。こいつを見つけば。あれ、直接的に神のことを知ってるわけじゃなさそうやな、こいつ。
キラゴルドが指定してきたんか。扉を開け亀を助け出しますか。もちろん。なぬ、貴様らどうしてここに。いや、待てよ貴様、ひょっとして勇者か。ああ、よくご存知で。言われてみれば、手配書の絵に瓜二つ間違いない。こいつ勇者ですぜ。手配書？モンスター館で出回っとる手配書ってことかな。えいさほー、黄金城のキラゴルド様に急いでお知らせしなければ。黄金城ってあの山のことか。あら、さすがは勇者ちゃん、ずいぶん有名人みたいね。ちょっとだけ焼けちゃうわ。バカ言ってないの。マルテナめちゃくちゃ戦闘態勢に入っとるけど。笑わせるな。魔王様にボッコボコにされた負け犬どもが。モンスターになったことによってこの辺もあれか、記憶はな、記憶がなくなっとんか。こいつらの首を差し出せば空いた六軍王の席だって有名じゃないかもしれませんぜ。え、もう見た目から雑魚臭が漂っとるけん無理やと思う。おいいこと言うじゃねえか。六軍王こんなしょぼい感じじゃないやろ。よっしゃ。ほら、もうなんかすごい手下感しか漂ってないけん無理無理無理。よし、いけいけ。ロールタイム。ほら、こんな速攻でやられるんや、やばくない？ほら一番強そうなやつですらこんなすぐやられるというのに。なんか全然逃げる気なさそうやったけど大丈夫？助けに来たよ。待たせたのカミュ。怪我もなさそうで何よりじゃ。多分そんなに待ってないよね。魔物たちは倒したから安心して。一緒に帰りましょう。神父様も心配されてるわ。うん、自分はここにおるべきとか言うんじゃないやろうね。星や魔物どもに何かされたのか。そうだ、俺は記憶が戻ってきた。ここで、あ、そうだ、あいつをあそこに行かなきゃ。あ、妹を置いてきた場所思い出したんかな。正気なさすぎやろ。大丈夫か。どうしちゃったのかしら。ひとまず神ちゃんの後を追いましょう。うんうん、めちゃくちゃノロノロやったけんもう追いついていいはずやと思うんやけどこれ。ねえ、うん、敵がおるな。え、外に出てきたけどこれ、え、これ外に出てきていい感じ。一旦これ外に出るん、洞窟の中。あ、でもあそこの中入るとこあるけんこれでいいんか。あ、これ記憶のやつじゃない、このツル。これこれこれ。俺はここで、頭が。うん、どうしたと言うんじゃ。神の様子、ただごとではないぞ。かつてこの場所で何かあったというのか。この部屋に何か手がかりが残されているかもしれん。あいなよ、調べてみるのじゃ。え？これもうすでになんか、え？壊されたんやないんこれ。マジで？じゃあ、死んどるってこと？これよね。大樹の根に手をかざしますか。はい。これで見たんやっけ、妹のやつ。え、助けれんかったっけ。おいこら、カミュ、一丁前にサボってんじゃねえぞ。なんだその生意気な態度は。10年前雪の中で震えてたガキ2匹を今日まで面倒見てやってる恩を忘れたか。悪いことをするような奴らじゃなかったとは言ったけど、あれか、別に人としてできたような奴らでもないんか。分かってるよ。
あんたらに子供には当たりが厳しいんかな。てか身内には当たりが厳しいタイプ。ふん町の人に対しては別にあれだよね、危害加えるとかはなかったっぽいけど。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな兄貴は。マヤ、そんな名前やったっけね。兄貴の気持ちはわかるけどな、俺もあいつら大嫌い。あ、しかも一人称俺やったんか。そんなビビるなよ。ほらそれより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいはしててやるからさ。いや少しは手伝えよ。今日はお前があいつらの財布をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。そんなことしよったんか。くそーしくじった。結局一緒に働かされた感じかな。ったくマヤ、お前のせいだからな。うるさいな。まあでもあれやね、ボコボコにされるっていうわけでもなく、働かされるだけ感はあるんかな。またその話かよ。だけどそうだな、いつか俺たちでどでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない毎日とはおさらばだ。早くこの感じの神に戻ってくれんかな。世界中ね、あの見た目にすごいなよなよした感じがめっちゃ嫌なんやけど。かっこいいね、なんか玉の輿に乗るとかじゃないのがいい。自分で掴みに行く感じが。え、世話してくれるけどご飯は用意してくれんの？働きがいけんご飯ぐらい用意してくれていいと思うけど。今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。くったらない、兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。強いねこの子。サバイバルとかでもやっていけそうな感じする。